はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの植物、そう、フィロデンドロンバーキンちゃんです。綺麗ですよね。この斑入りというか、もうこの線がシュシュシュと入って白と緑のこのコントラスト、素晴らしいです。最近ね、100円ショップダイソーで結構売ってあって、これ購入した人たちがですね、かなりいるみたいで、質問がね多いんですよね。はい、ということでフィロデンドロン、まあ、バーキンに限らずですね、僕はよくやっている、ブラックカーディナルとかね、この辺にね、だいぶね、だいぶ成長し始めたんですよね。あれ、探そうと思ったらない。あ、ここにもある、ほらね、こんな感じで、これ若干傷んでるか、あ、違うか、ほら、子供もね結構産んでいるんですけど、シルバーメタルなんかもですね、ほんとそんな感じです。はい、そんなフィロデンドロンバーキンちゃんなんですけど、フィロデンの中じゃですね、まあまあ成長はですね、まあ普通か、あんまり早い方でもないですね。ペインテッドレディなんかはね、かなり早いんですけど、結構種類によってはですね、このフィロデンドロン系、成長がですね全然違います。ブラックカーディナルなんかはね、めちゃくちゃ遅いです。再生も遅いですし、育つのも遅いし、刺し目なんかしてもですね、非常に育つことが遅い、そんな感じなんですけど、その中でもこのバーキンちゃんはですね、この白の斑入り、これが本当ね立派なんですよ。で、100均でね買ってきた方は、まあ運が良ければこれぐらいのね斑入りの方もいると思うんですけど、こんな感じのね人たちがね多いみたいです。で、どんどんですね、斑が消えていってるんですけど、大丈夫でしょうかとかですね、斑を入れるやり方何かありますか、日に当てた方がいいんですかとかね、いう質問がね結構来るんです。で、この斑入りの植物ね、こういうのもねそうなんですけど、シェフレラ、こちら香港カポックのね斑入り、こういう斑入りの植物、実は僕去年ぐらいからですね、何度かこの斑入りしっかり入るやり方やっています。これ視聴者の方もですね一緒に実験してみて、大体の検証はついているんですけど、やったことがあるので、そちらの動画も見ていただきたいんですけど、今回はですね、このバーキンちゃん、実は1ヶ月ぐらい前にですねやってみました。まずはですね、そちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、今回はですね、こちらの植物フィロデンドロンバーキンちゃんを使ってちょっと実験をしてみようと思います。サイズはねこんな感じなんですけど、見ての通り斑があまり入っていません。そしてこの斑入りの植物、実は斑を入れる方法があるみたいなんでね、今回ちょっとねやってみようと思います。まずはサイズ変更です。よいしょ、抜いてみるとね、見てください、このポットの中、じゃん、湿ってますけど、なんだかあまりね根っこは生えていないような感じ。フィロデンはお水結構吸うんですけど、植物自体にも水分を含んでいるので、乾燥にもね割と強いんです。なので、あまりにもねジメジメしすぎていると根の発育がね実はよくありません。よいしょよいしょ、ギュッギュッギュッ、さあ皆さん分かりますよね。そうです、鉢下げです。僕の18番おにぎりギュッギュッギュッでね、見てください、こんなに根っこがちっちゃくなりました。そうしたらですね、じゃん、場所を移動しまして、まずは傷んだ葉っぱをね落としてしまいます。余計なものはね外した方がいいですよね。しかし暑い。はい、いい感じにまたギュッギュッギュッと丸めたら、はい、スリットポット、これはサンゴ鉢ぐらいかな、ぴったしカンカン、
いい感じでしょ。あんなにね大きかったんですけど、実はこういう風に根を握りしめるとね、こんなに小さく入っちゃうんです。そう、斑入りの植物って鉢下げをしてね、根をパンパンにしてあげると斑が入ってくる、こういう情報が実際ありまして、僕もねフィカス系やカポックとかですね、シェフレラですね、やってみたら結構やはり白い斑がたくさん入ることが多かったのです。なのでね、今回もこのバーキンちゃん鉢下げして小さくした、あと根っこをねこの鉢の中パンパンにしたら、ひょっとしたら白い斑がたくさん出てきてくれるんじゃないかと思い、今回やっております。ザク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 と棒でしっかりついてね、固定しています。これね結構大事なことなんで、皆さんしっかりねついてあげてくださいね。まあバーキンちゃんね結構強いんで、根っこ結構カットしても割とね簡単にこうつくと思います。よいしょよいしょ、はい、こんな感じ、一つ完成です。ではもう一つの方もやっていきましょう。こちらのバーキンちゃんはもともとね小さいサイズに入っていたんですけど、またさらに小さくしていきたいと思います。ちょっと違う感じでねやっちゃおうかな。バツン、そうカットしちゃいました。もうね根っこ完璧に外して、これまあ挿し木状態ですよね。結構気根が生えているので、この状態でもね全然ついてくれるんじゃないかなと思います。よっ、また下の方ねカットして2分割です。せっかくなんでねちょっと増やしちゃおうかなとも思いまして、分けちゃいました。この下の方からもね芽が出てくると思うので、 2つ分けておくとこれまたお得ですよね。はい、それじゃあ植え込んでいきましょう。モンステラなんかと同じでね気根がこう生えていると割とつきやすいんですが、今回はねちょっとこの気根ちゃんもあえて外してみようと思います。何もない状態からね根っこをしっかり生やしてあげる、そんな感じです。はい、土を入れてしっかり固定していきます。もうこの辺はですね皆さんあまりね何も考えなくて大丈夫です。ちょっとね梅雨時期で湿度が多いので土湿っぽいと腐っちゃう可能性もありますが、皆さんはこう無機質の土とかでですねやってみるとまた面白いかもしれません。僕はですねまあこんな感じなんで多分大丈夫だろうみたいなところです。お水はね控えめにしてあげておくといいんじゃないかなと思います。なんだかんだやっぱり有機質の土の方が大きくは育ちますよね。はい、一つ出来上がりました。こんな感じ。はい、完成したので今回はねこの場所で観察していきたいと思います。ウンベラータちゃんの下にバーキンちゃん、なんとも面白い場所ですが、ここね結構風が通るので環境は抜群だと思います。もう一つの子もこちらにあります。それでは観察スタート。はい、ということでですねここにあったバーキンちゃんなんですけど、2株ほどですね取って植え替えをしてみました。でもねここに置いてるだけでこの子も斑が入っています。じゃあ植え替えをねしたあのバーキンどうなったかねちょっと見てみましょう。この奥の方だったと思うんですけど、じゃん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 、本当ね自然と同じような状態にしているので
この中なかなかね、よいしょ、入っていかないんで、どこだったかな、いろんな実験をしてですね、ここに置いているんですけど、環境、あ、ありました、こちら、じゃん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 、じゃがじゃん、緑じゃなくて白、出ました、見てください、新芽、ほら、芽がめっちゃしっかり入った芽が出ました。ということでですね、これほら、もう、あ、もうすごい、すごくね、根っこ、このウンベラータにも巻きついています。はい、チョキーンと、あ、違う、ウンベラータがフィロデンに侵食してきているんだ。はい、こんな感じです。ちっちゃいね、ポットに鉢下げしましたが、やっぱストレスをですね、与えてあげると、こういう負が入りやすい。これはね、本当検証通りじゃないかなと思います。若干下の方も負が入ってきたんじゃないのかな、これはどうだろう。でこっちはですね、まだ全然出てきてないんですけど、新しい芽はね、もうそろそろね、出てくると思いますけど、白になってくるんじゃないかなと思います。こちらね、こっちもまたやろうと思ってたんですけど、ついでに見せようと思います。これ、ピンク、なんだったか名前忘れたんですけど、これはカヌマドと炭に混ぜたやつなんですけど、こっちもね、こんな感じだったんですけど、新芽はね、いい感じに芽が入り始めています。はい、いかがでしょうか。鉢下げね、ストレスをかけてあげると、斑入りの植物はね、芽が入りやすい、そんな感じ。こっちもね、こんな感じなんですけど、多分これはね、間違いじゃないと思いますね。もちろん日の関係もね、あると思うし、温度差とかでもね、あるかもしれませんが、一番手っ取り早いのはこうやって鉢下げをしてあげると、なりやすいと思いますが、意外に普通に置いててもこういう風になっているので、どうなんでしょうね。バッキンちゃんの場合はしばらく待っているとなるのかもしれないし、実はここも環境としてはですね、こう上はいいんですけど下の方は悪いんでね、ストレスがかかって上の方だけにこう綺麗に出てきているのかもしれません。これ植物がですね、生きようとする能力、あとやっぱり綺麗に見せたいのかな。バーキンちゃん、名前もね、バーキンですよ、エルメスですよね、すごい高価な植物みたいな感じなんですけど、品がある植物なので、ぜひ皆さん参考にされてね、斑入り出したい人は鉢下げしてみてください。まあ、100% じゃないと思いますが、ほとんどねできているので、過酷な状況とかですね、ストレスがかかるとね、こういう風になりやすいのかもしれません。ぜひ皆さんの地域でもね、検証されて報告よろしくお願いします。じゃあ今回こんなところで、バイバイ。